今日も最高です。小潮の満潮で潮位が今147だったかな。水面がむちゃくちゃ綺麗だ。これ魚がいたらね、シュノーケルしながら行ってもいいんだけど。さあ、そろそろサスのあたり、サトルアイランドを上陸します。すでにこの下がね、もうふかふかの白い砂になってますね。もう上陸していると言っても過言ではありません。いいですね。誰もいませんが、あ、なんか先端の方にね、レジャーボートが小さいのが来てますね。すごい。このね、いいですか、波がね、あ、左から来てね、あれ右から、あ、右からも来てますね。この感じ、あ、この波の感じがね、最高なんですよ。初めて、今年初めて南風が吹いてます、うん、最高に気持ちいいですね。夏ですよね、この気持ちいい。まあ、全国の皆さんはね、フリースなんか着て、まあ、雪かきとかしてとかね、まあ、暖房がついてたりとか。今日椅子は捨てちゃったんですよ。なんでまあ三脚に物を、ね、引っ掛けてる感じです。このおかげで三脚は倒れないっていうね、安心感もあるんですけど、椅子があるとね、物を置けるので結構便利なんですよね。ほら、あそこ琉球海運が出港していくとこですね。石垣港がね、この竹富島の向こう側に、右側の方に入っていくんですよ。で、荷物を下ろして今左側の方でね、出港していきます。いい感じだね、貨物船が出港していくっていう雰囲気は。Thank you.
川の杉田あたり。これからもうこれは引いていってね、ここはまあ陸地になっていくわけですね。まあ、とにかく腕がね、腕のしびれが治んないんですよ。今んとこ1週間空けて針をね、2回打って、漢方薬2種類ね、あと錠剤、なんか1回が 300mg が限界とか言って、それをまあ1日2回飲んでて。まあ、先生はすぐ治るって言ってたけど、まあ、治ればまあいいんですよ。治るんだったら、まあ、僕はじっくり回しますけどね。ちょっと心配なんで、マッサージもちょっと行ってみたいなと思ってて、確か僕の記憶では20年ぐらい前に友人の佐々木くんがね、石垣島に霊視をしてくれるようなマッサージ師がいるって言ってたのを最近思い出して、ちょっと調べてみたんですよ。まあ今でもやってるみたいで、ちょっと名前忘れちゃったんですよね。なんかサラマンダーとかアマランサスとか、なんかそんな感じの名前のマッサージ屋さんで、夫婦でやってるようで、まあ奥さんの方らしいんですよね、その霊視霊感がみたいなのあるのが。予約して奥さんの方に当たれば、まあ見てくれるのか、なんか見てって言って見てくれるような感じじゃなさそうですね。なんか気が向いたらそういうのを見てくれるような、なんかそんな感じらしいですけど、ちょっと行ってみたいなと思います。奥さんに当たるまでね。前世が何だったのかとかね、この先どうなるのかとか、ね、あと守護霊が誰なのかとか、まあ、大したのはついてないんじゃないかと思うんですけどね。さっきね、金剛峰寺に到着した時はお客さんが全部で5名さんぐらいいたんですよね。今はね、もう向こうの方に3人ぐらいかな、多分ですけどね、よく見えないんですよ。顔はいいんだけど目が悪いから。海と全く関係ない話なんですけど、YouTube でちょっと好きな人がいてですね、チャンネルで言うと、怪談師七代っていうチャンネルだったかな、まあ、そこに七代さんっていう男性の、まあ、チャンネルなんですけど、そこにゲストとしてよく登場する熊子さんっていう若い女性がいらっしゃるんですよ。霊感が強すぎるんですかね。霊が怖いとかそんなレベルじゃないですよね。もうなんか普通に話してて友達になってたりとかして、ちょっと皆さん興味ある方見てみてください。怖くないんですよ、霊感がありすぎて。すごいんですよ。ここから帰りたくないですけどね。もう時間的にね、もう3時だから、もう3時っていうのも家に帰りたいんですよ。3時は夕方、9時はもう夜中、で夜1時ぐらい、もうそれは朝です。朝1時ですね。名残惜しいんですけどね。今日も、もう3時半になるからもう帰ろう。ああ、さらば桜アイランド。日差しが肌にジリジリくる。焼いてるね、肌を。すごいや。